はい、えー、回始めます。7月3日です。月日で音はちゃんと取れてるかな、もう毎回心配なんですけど、えっと、FNN プライムオンラインから、ですね、しあこれ、映像で見ましたね、うん、新宿駅の西口で、路上生活の女が警察官を刺し逮捕ということでね、警察官にも食,いかかっ食ってかかるような有名人でしたよと周りの人、言ってました、警察官、大丈夫でしょうか、一時意,意識不明になったみたいですね。 いやまあまあまあ6月27日の朝新宿駅西口前で事件は起きましたということでね FNN のカメラが捉えたのは複数の、えー、警察官に食ってかかる一人の女50代の男性警察官をはさみで刺したとして確保されましたということで、うん、カメラに近づくと、うん、私犯罪者じゃないからねと。 ようと訴えますということでかなり気性の荒いような女性の方でしたね。うんあのまあ、パトカーに乗り込んでね、うん、あの連行されたということです。このねもう女を知る人たちはいつもあそこにいるよと、うん、ホームレスのおばさんがいると、うん、で有名だよと食ってかかるんだからお回りさんにということでねまあ、常日頃まあ、ホームレスとしていて。 おまわりさんとかにまあ食ってかかるような人だったってことですね。あのー。まあ、いきさつうん。まあ何,何で揉めてたのかは知らないけども。あのー、このホームレスの女がなぜ警察官を襲ったのでしょうか？と。なんか交番の近くのなんかあの何て言うのかな？10m ぐらい離れたところ、交番からその柱んところで。 まあ男性警察官と女性があの追っかけっこみたいな感じしてたと。で防犯カメラにはね柱の周りをぐるぐる回りながら追いかける女逃げる警察官で途中で女がはさみを取り出してその表紙なのか警察官がちょっとつまずいたっていうかねあの転倒したんだね、うん、そしたら倒れた警察官にはさみを手にした女が胸やら腹やらやよ。 腹を複数回ハサミで突き刺したっていうんだからね脅しじゃないんだねハサミでなんか威嚇するんじゃないんだね本当にこう刺しちゃってるねいやー警察官は頭を打ったほか、えー、腹に傷を負って、えー、一時期意識不明になりましたが命に別状ないということでこの52歳の女殺人未遂の疑いで逮捕しましたってなってるけど。 警察官も大変だねご苦労様です本当にね、これでもなん取り押さえる気になった取り押さえられたんじゃないのもうハサミ持って追っかけてる時点で誰か助けに入れなかったのかねこんなの取り押さえれちゃえばいいのにって思うんだけどねうんなんかね女の人がハサミ持って警察官を追っかけてそれを警察官が逃げ回ってぐる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 はさ なんで柱の周りを回ってるみたいな芸がなんか防犯カメラだけで見ると何か滑稽なんだけどいざこれさ本当に刺してるから怖いよねこの女の人うんもうちょっと警察官23人がかりでうんミ持ってね襲いかかってるわけだから取り押さえればよかったのにって思いますけどまあそうもいかない事情もあったのかどうなのかはい。 あのまあ、警察官の方、大変だね、こうやって浜を物持たれてね、やっぱり一時、意識不明になっててっていうことで、まあ、大変な仕事だね、新宿辺りだと本当、こういう人もいるんでしょう、うん、あそこいろんな人種がいるからねあの、ちょっとね、メンタル病んでるような方もたくさんいるしね、新宿は、はい、た,ただそれだけです、<laughs> 特にこれ、言うことないな、<laughs> 言うことない、警察の皆さん、頑張ってください、あの本当にねあの、頑張って。 あの特に特殊詐欺ね、ねあの捕まえてねあの詐欺やってもなんだ、うん、メリットないんだぞと儲からないんだぞとねあのペナルティの方がマイナス要素の方が大きいんだぞと,ということを、ね、知らしめてやってください、犯人どもにね大体いい若い犯人どもあと外国人絡みの犯人どもなんですけどなんとかね詐欺ちょっと今,今のご時世で言ったらやっぱ詐欺だよね、一番日本人。 被害に遭ってんのはね sns あとまあこういうのはねあのー、大変だと思うね、あのー、警視庁新宿交番とかなったらこういうのはまあ日常茶飯事でしょうおそらくはい終わりたいと思います特に、ね、言うことなかったので終わりたいと思いますチャンネル登録高評価お願いします失礼します